ばいことが超やばい超やばいことがあって帰れない帰れない家に帰れない。タイのプーケットのパタンの幼稚園に招待されて、子供たちの前で書いて、みんな喜ばせるっていう。めっちゃですごいね。エネルギーが、僕はこんな感じ。この前で絵を描いていきたいと思います。今の別の学校にも行くから。行きます。はい。